はい、皆さんこんにちは。ホミタップスターズターザンバボノです。そしてこんにちは、タイガー桜井です。あのこんばんは、宮坊です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はゲリラの日、五属性から選べるチョイスガチャということで、はい、選べるんですよ、属性をね。はい、選べる。で、あの限定も出ますよという。ペンペン侍。ペンペン侍。誰もあの部屋行ってないもん。そして言ったよね。いや、あのあれが分かんない。ペンペン侍はその時はいいだから。ペンペン侍はやってない。そういうことね。やめてください、はい、じゃあ。ということで、はい、スガチャ引いていこうということですね。はい、星5キャラ以上の出演確率は、12% ね。はい、まあ、この辺はまあ普通ですけども、まあ属性を選べるというガチャになります。はい。はい、じゃあまずは。はい。はい、じゃあ宮坊いきましょう。なんだよ。今回最大10個ですかね、手に入るのかな。かな。はい、だと思っております。はい。はい、いや、これ無料っすか。私、9個でした。あのあツイートしてない。あ、そういうことね。もうツイートすればいい。ツイートすれば、すれば今え、まだいける。まだいけるっしょ。もうゲリラの日終わったけどいけんの。ミッションにある。ミッションにあればいけんじゃない。ガチ、いいよ。俺は五剣シリーズが欲しいです。75年ガチでも言ったんですけど、はい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 、あいつは未開の大使でも強いですし使いたいです。そうですね、あとスズランが運極近いんでスズラン運極にしたいです。スズラン強いからね。限定の狙い的にはね、貴族性が多いんですけどね、幕末とかね、三日月とか可愛いし惜しいんですけど、まあでもちょっと、はい、水属性いきたいと思います。頑張れ。はい、これ桜井さんないです。やっぱりツイート、あ、ないんだ。ないのかよ。だって昨日だもん。まあそうか。どんまい。できます。はい。水引いていきます。お願いします。はい、もう我々もらえませんからこれ。はい。そうなんだよ。俺らもらえない。同時切り。俺らもらえないですね。そっか。なんかもらえる気いたわ。ドン。おお。伊達。出ます多分ね。真じゃない伊達。これ単発なんだ。うせろ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 。ひざまずけ。来い。いいですね。まあでも今全体でまあ40個近くあるわけでしょ、我ら。そうやな。そう考えたら、まあ4体ぐらいは4号が5、6が見られるのではないでしょうか。そうですね。怪しくなってきたよ。もうまあ2体だからね、まだね。10分の2。読み込め、読み込んでるわ毎回ちゃんと。このゲームは偉いね。はい、頼むよ。どうぜぎらいで来て、どうぜぎ来てよ。おい、フィールド2連いいよ。3連いこう。3連逆に熱い。3連マジで熱いと思うよ。逆に薄い。そこあと7個お、結構やっぱ引けるね。そう、おい、単発だし、しゃ単発のね、楽しさ最近ちょっとね、忘れてるからね。来い。ああ、伊達もさ、いや、伊達とあいつしか出ないんじゃねえの。挟んでるよ。シフィード、シフィード、伊達だから、傷つき。なんて役あれ、挟んでると。なんて役挟んでると、傷つき。ステハイ状態。ありそう。来い。トマトとか言うから。お、新しいドローシーじゃなくて豚野郎か。休憩か。はい、豚野郎来ました。いやー、ちょっと俺早めに同時切り出して他の属性いくつもりだったんですけど、ちょっとまさかですね。めちゃめちゃ欲深いやん。まだ半分でしょ。半分ですね。うんうんうん、よいよいよいよ。まさかっすね。頼むぞ。おい、マジ、すげえ、すげえな。つつ近畿、つつ近畿だ。属性だからマジ4号とかはそんないない、いないことないけど。やばくない？そう。それ結構まだ見ることになると思うよこれ。頼むぜ。同時切り。
ほっ、トリトン、トリトンのオメン、トリトンだ。おー、56出ましたね。ありがとうございます、トリトン、トリトンです。あと3回トリトン、3回ね。まあわかんないよ、まだある。今のとこね、ちょっと期待値通り出てそうですね。まあ期待値通りって感じがしますね。うん、限定来い、レビアタン。あ、はいはいはい、レビアタン、あと2回。はい、流れ変えるわ。貴族性いきます。はい、流れ変えるね。流れを変える。流れ変えてきますね。はい、まあ、こういうこともできると、このガチャ。そうね、そうね、ちょっと流れ変えないからね、楽しめるね、やっぱね。おー、アーノルド、アーノルド、下げんなよ。古いキャラ多くない？なんか多いですね。そうね。じゃあラストも。はい。おい、頼むぞ。これは幕末と三日月。はいはい。もうダメだ俺。もうダメだこれ。え？あ、ひまわり。ジャンポポひまわり。あ、ひまわり。ひまわり出た。あ、いいね。2体出したじゃん。おい。やった、流れ変わった、素晴らしい、すげえ、いいチョイス。ミヤボン2体出しちゃったら 12% がやばいじゃん。ありがとうございます。おはようございます。俺たちで長寿で合わせた、上回ってきたんじゃない。ねえ、これありがとうございます。おめでとうございます。すげえ、ありがとうございます。おめでとう、イエーイ、おめでとうございます。じゃあ次は誰行きますか。行きます。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ次は太陽さくらの行きましょう。はいはい、足は9個しか回りません。はいはい、9個でいけっていただきます。キャリ属性、今回は9連続で星5出します。おお、天文学的数字っぽいですけど。間違いない。まず1連目、あー、はい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 、あー、まあ破壊するやつね。フィッシュね。はい、あ、ソードフィッシュか。スカイフィッシュ、スカイフィッシュ、フェアリー TSR。 はいはいはい、サードフィッシュはエールかな。サードフィッシュです。9連続は失敗したんで8連続にします。はい、お、ジュリエット、ジュリエットさん来た、来た、好きなキャラ来てる、好きなキャラ来てる、来た、来た、流れが来ましたよ。俺らこれからやってるな。7連続出します。あれあるよ、まだあるよ。限定あるよ。あるよ。いい流れ来て、これ限定あるよ。持ち号出すよ。うっ、惜しい。加工トン。加工トン惜しいな。じゃあこっから6連続で出すよ。それ変更聞くのずるいな。いくよ。はい。確定率ありそうですけどね、これ。ねえ。なんか限定とか出るなら。限定、まあ、アミダも持ってないですし。惜しいですね。幸福の王子来たということは、幸福、ここから訪れるのか。あと5回ですね。5連続出していくよ。はい、ということは、そう、幸福前兆ね。まあ光属性はね、幸福前兆もあれば、ハヌマン前兆もあるんで、結構前兆多いですよね。ゼウス来たー。ゼウス、ゼウスじゃない。いただきました。似た人、似た人それ、はい、ということで、あと4回ね。はい、ちょっとね、あの9連続は失敗してしまったんですが、ここから4連続出すことによって伝説を残す。なるほどね。はい、これは伝説、まあ、4連続もさすがに伝説よ。そうよね、まあ、うん、伝説残していきますよ、やっぱ伝説の男なんでね。はい、お、ということでヘルメスですね。はい、ここは失敗しましたが、3連続出すことによって、まあ、話題になる。話題になるね、うん、いやすごいですね。流れるようなトークが、うん、話題の人になりたいですね、これね。あいつ3連続出したよつって、おっと、ここでリエル・ザ・シューター、話題の人になれそうだ。熱い熱い、あ、熱いぞ。さあ残り2回となっております。さあここでオーデンタの3つを出していく。これはドラマよ、ドラマ。3つを網だと出すと、これはもう伝説の男になれるんじゃないでしょうか。こだわりの伝説。さあ
来ました、ここでシールドブレイカーの壁ドンのファフニール。はい、よくわかったな。まあ、ファフニールよく言ってたらね、まあ、伝説の竜ですからね、こちらね、ラストになりますが、まあ、3回っていうのはやっぱちょっと気持ちがね、いつもよりやっぱこもっていると、視聴者さんのね、もうみんなの期待も大きいと思いますので、ここで答えてくれるでしょう。さあ、出ました、マット。ボルタ。ボルトや。ボルタや。ボルタ。ボルタの V。マットは、あれ、女の子が。いや、呼びの子や。一気に静かになるな。一気に静かになるな。2体出たらからね。まあ、2体出たらからね。うん。じゃあ、最後かな。はい、私が引いていきたいと思います。はい、はい、ということで最後私引きたいと思いますけども、はい、狙うのは光いきたいと思います。おってことは、はい、弁財天、弁財天、久保田恵夫さん、あれですね、オーデンタ、はい、やっぱオーデンタな道をでやっぱり引かせてもらってるんで、はい、じゃあいきます。はい、僕にも届く？届きません。誰にも届きませんけど、オーデンタ水はちょっと刀が太いらしいからね。はい、山田さん、オーデンタ出したら毎日返してくださいよ。毎日家行くんで稼いよ。毎日家行くんで返してくださいよ。見つけとけよ。俺がいいって言うまで取り返してダメだから紋章もつけとけ。ハルマン、ハルマンだ、ハルマン全長、ハルマン全長いただきました。全長きた、全長きた、はい、やっぱりガチャの神ハルマンなんで、はい、じゃあまた来ます。はい、全長さんに引いてほしいですね。やはり回収していく、どうですか。まあ、光属性はね、ハルマンがいる時点で結構出やすそうですよね、うん、あービースト。ビーストだったっけ。バカルディ。バカルディだ。キメラ。ビーストは違うわ。バカルディですね。剣持ってねえや。懐かしいのが出ます、ね。スマイラ。ね、はい、行きまーす。ポンポン。はい。ポンポン行きますよ。さあ、どうかな、出るかな。まあでもね、我らでね、2人で4体出しちゃってるんで、ファフニール。もう出ないんじゃないですか。さすがに在庫が切れてる可能性ありますよ。在庫補充して補充して、みんな今引いてるから、多分これ。限定のストックはあるかもしれない、もしかしたら。もうね、30連分のね、期待値は拾っちゃってるんでね。やめろや。すいませんね。あれでアベレージ取ろうとするな。あ、アーサーだ。アーサー、ちょ、アーサー、すごい。俺ら引くな。引くね。引くね。ありがとうございます、アーサー。アーサー。癒着だ。癒着かも。癒着かもしれない。癒着だ、これ。頼む、頼むよ。そうだ。はい、加工と。加工と、あのイラストが豪華だから、最初、えってなるやつね。最初、ちょっと、心見事。一瞬ね。それぐらいの派手派手さを持ってるからね。書こうとしたらね。行きましょう。ガンガン行きましょう。秋山さん関連出るかな、秋山さん関連が。んボルタ V。おぉ。いただきました、ボルタ V。まあ、ビクトリーの V ですから。はい。そうですね。実は秋山さん、秋山さんですか。知らん。知らん。違うんじゃないの、違うんじゃないさすがに秋山さん、ボルタやってるじゃん。わかんないですよ。うん。あれ、可能性はある。どうですか、2体目欲しいな、なんかな。おお、ジョン万次郎。ジョン万次郎。久々に見た気がする。うんうんうん。ジョン万みたいな、まあ。秋山さんですか。違うじゃないですか。どうだどうだい。はい、先ほどお世話になりましたけどもね。さあ、どうですか。どうですか、2体目どうですか、この辺でもう。ありますよ。バルドル。ああ。はい、バルドルですか。最初のとここんなか分かんなかったバルドルですね。はい。じゃあラスト一発。ラストですか？二発。ラスト二発ありました。何や？二発ありました。終わる、終わる振り、終わる振り来た。終わる振り。あれね。あれね。あれだよ。やめる振り詐欺で。やめる振り詐欺。あーやばいやばい。ユニコーン来た。あは、雷帝じゃん。雷帝前兆かなこれ。雷帝来たじゃん。雷帝前兆あるかな。頼みますよ。大抵やめるやめること、オーデンタ、オーデンタ三つよ、合わせてくるやつだ、オーデンタ三つよ。はい、
ヘルメス。ヘルメス。あー、まあでもアーサー出るだけでいいか。いやでもね、はい、29連でしょ？で、5体出てるから。良すぎるよ、これは実は。良い。うん。いい方か。勝ってる。確率に勝っている。うん。うん、はいはいはい。豪運。まさに。いいですか？じゃあいいですか？以上で。いいです。はい、ということで我々のチェックは以上でした。はい、まあ、10発あるんでね、はい、まあ何か出たらラッキーかなと思います。そうですね。はい、ということで皆さんどこにもいいやつが来ますように。来ますように。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。